あるヒラルは、サウジアラビアの首都リアドをホームタウンとする、サウジアラビアプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。1957年に、アルシャバブから分離する形で設立。チーム名の、ヒラルは、アラビア語で、三日月のい。サウジプレミアリーグ最多の16回優勝を誇り、国際舞台でも、 アジアクラブ選手権で3回アジア王者に輝くなど多くのタイトルを獲得している。近年は同じサウジのライバルであるあるイテハドやアルナスルにたびたびタイトルをさらわれることもあるものの人気面では本拠のリアドのみならずサウジ全土に多数のファンを有する国内随一の人気クラブである。 同じく全国区の人気を誇るワルナスルとの対戦は、リアドダービーとして熱狂的な盛り上がりを見せる。長年サウジアラビア代表で活躍した FW、サーミー・アルジャービルが現役時代長く所属し、引退後は監督を務めた。ACL2014 の準々決勝でアルサットと対戦した。ホームの第一戦を1から0で勝利し、 アウェーの第2戦では0から0で、引き分け2戦、合計1から0で準決勝に進出した。準決勝でアルアインと対戦した。ホームの第1戦を3から0で勝利し、アウェーの第2戦では1から2で敗れたが2戦、合計4から2で、アジアクラブ選手権時代を含め5回目の決勝進出を果たした。決勝でウェスタンシドニーワンダラーズと対戦した。アウェーの 1> 第1戦を0から1で敗れ、ホームの第2戦で0から0で、引き分け2戦、合計0から1で優勝を逃し、3度目のアジア王者とはならなかった。また2014年のアジア年間最優秀選手賞に、ナシル・アル・シャムラニが受賞した。7年連続の11回目の出場となった ACL2015 の予選で、アルサッド、フーラード、 ロコモティフタシュケントのグループ C を4勝1分1敗で、首位通過して決勝トーナメントに進出した。ACL2015 のラウンド16でペルセポリスと対戦した。アウェーの第1戦を0から1で敗れたが、ホームの第2戦で3から0で勝利し2戦、合計3から1で準々決勝に進出した。FC ポルトからカルロスエドゥアルド、 FC テレクグロズヌイからアイルトンアルメーダを獲得した。ACL2016 は決勝トーナメント1回戦で敗退した。ラモンディアス監督のもと6年ぶりに国内リーグ制覇を果たす。勢いそのまま ACL2017 で2014年に続き6度目の決勝へ駒を進めた。国内、海外通して45戦無敗中だったが、 決勝では浦和レッツに2戦合計1から2で敗れ準優勝に終わった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。キングファハド国際スタジアム現在のホームスタジアムはサウジアラビアのシュトリアドにある2万5千人収容の球技専用スタジアムであるキングサウード大学スタジアム。キングサウード大学との年間契約で使用している。 もので、基本的に、ホームゲームはここで実施される。キングサウード大学スタジアム完成前は、同じ宿にあるキングファハド国際スタジアムを使用していた。陸上競技場であり、球技場としても使用される。総敷地面積は50万平方メートル。1987年に建設され、収容人数は6万7千人である。スタジアムは、キングハーリド国際空港及び、 ダンマー無高速道路と接続している。このスタジアムの屋根は世界最大級であり、全シートを含む4万7000平方メートルを覆う、直径247メートルの周囲を24の柱が支えている。この屋根は強い日差しからシートと競技空間を守り、砂漠気候の中での快適な空間を作っている。また、1971年完成の プリンスファイサルビンファーハドスタジアムが補助的に使用される。ありがとうございます。